いやいや、あとなんか八千さん、八千さんってわかります？わかる。八千のやつとか言われてたりしたんですけど、あれは多分かなり事務所的に NG だった。あ、そうなんだ。あの辺に出ると今は多分厳しいですね。これは横浜光ジムだから出れるんです。出れた特別な試合になってるんで、まあ、第3ラウンドから見れればいいかなと。左のタイミングは合ってますね。おー、でも低いな。なんかいやだからそんなに効くっていう。どうすか？これ、ちなみにもう、まあ、長いんで先言うと、もう一発もらうんすよ。あ、もう一回、もう一回、はいはいはい、はい、で、次は減点取られたよね。なので何ラウンド？普通にボディ効いてるね。効いてる。あー、これは嘘、これは嘘。あの、その前の左ボディで効いて、確かにその後低いですけど、あの、止めてくれてから痛かったんですよ。これはちょっとっていうか、ね、まああとちょっと大げさだよね。まあこのパターンはないんじゃないですか。結構勝ってるし。これちなみにあの判定、まあ、相手が勝ったんですけど、赤が、まあ、打ち込んだ方が勝った。ああ、でも良かったですよね。で、あの判定、まあ、こうやって手を上げて、まあ、こうやってるじゃないですか。はいはいはい、その間ずっとこうやって痛い。痛い。本当。嘘だよ。もうまだ痛かったよ。本当は試合終わったと思う。嘘だよ。これはね、もうこれはちょっと、まあちょっと申し訳ないですけど、まあこれはないと思う。うん、これはないです。でもなんか意外にもらわないですけどね、みたいな。俺もね、ローブローをもらったっていうのはあんまりないかな。これでもローブロー嘘だった俺は。三タイトルマッチ4試合やってて、俺2回限定された。マジっすか、ローブローですか。何がすごいって、ローブロー取られた後にすぐボディ打ちに行く。それはすげえ。それ打てる、打てる。迷いがない。打てる。迷いがない。それはすごい。じゃあ俺ちっちゃいからかもしれない。それはあるのかな。ちっちゃいから、どっちかっていうと、まあ、こんな選手は打ちやすいっすよね。だから俺はローブロー。ボディが好きな選手とか、やっぱどうやったって、ね、こう、うん、なっちゃいますよね。何回か打ってたら。打つ方だった。打つ方だから、あんまり、ボディすらあんまりもらってない。ボディを試合で打たれたっていうのがあんまりない。もうボディでどうっていうのはほぼないっす。スパリングとかあるけどね。結構重くそだったじゃん。これ今の、あ、今のはまあ場所は悪いっすよね、めちゃくちゃ。ただそんな打ち抜いてるパンチもないのにね。あーって感じですよね。こんな感じだからね。え、でもこんなもろここでも別に狙ってなくても入っちゃうってことはあるんですね。で、しかも、でも2回入ってるからさ、あんな下はちょっと、まあ、狙ってはないと思いますよ、でもさすがに。なんかやっぱ慣れじゃないですか、ボディとかなんて。こうだからもう勢いで打った時、打ってると思うんで、ほとんど打った時に、まあいつもがだから打ってる位置が低いってことですよね、いつも常に。それがたまたままあ出ちゃってる。ただまあ明らかに低いよね、これは。そうですね、だから反則は反則だと思うんですけど、で、減点は減点取っていいと思うんですけど、あんな効かないっすよ。っていう感じですね。これなかなか演技派だよね。でもこういう選手多いよ。ああ、まあまあ、ちょっと打たれたらもう休みたいからさ、サッカー的な感じで人、そうですね、一呼吸置きたいって。まあそれでも休ませてくれたら、まあそれはそれで戦術ですけどね。まあね、全然確かにあれ気になったな。だってこの間のショーン・ポーターとあれ見た、あんなもローブロー打たれたら打ち返したスペンサー。それぐらいそれぐらいじゃないですよね。打ち返せって。そう、もうやられたらやり返せ、やられたらやり返せ。アルバレスだって男の子やん。モモとかバンバンして。でも海外の選手ってそういうのすげえダーティーですよ、やっぱ。なんかいや、もう足とかもっとモモとか打たれるとだんだんやっぱこうなんつうか反応も悪くなりますし、痛い。試合中だからなんかまだ我慢できますけど、こうスパーリング中とかやってくるやついますからね。こうスパー中にもわざと打ってくる。いますよ、もうややこしいメキシカンとかも、そういうのからいますよ。ややこしいメキシカン。いや、いますよ、なんかもう、最初からなんかまともにやる感じじゃないやつが、そうやっ
を聞くと、はい、僕あの今今度あのシャクールとシャクールスティーブンソンでやるジョー・ゴンザレスでしょ、うん、ジョエット・ゴンザレス、あれとスパータ僕前やって、その時双子みたいなやつですよね、あれ兄弟なんですよ。で2人で来て2人とスパーしたんですよ、確かその時アメリカ で2人ともなんかね、いやらしいボクシングをしまして、なんかこうこっち今はどんな選手かちょっと見てないんで分かんないですけど、その時の時点で多分なんかこう7戦7勝7敗みたいな多分感じだったんですけど、2人ともそんな感じの選手でもうなんかこうくっついてこうこのもうギリギリのラインを殴ってくるっていうか、あその時にこうなんかうまさはあんま感じなかったんですけど、なんか試合だったら嫌な選手だなって思ってたら、なんかやっぱ最近こう上がってきて、今度スティーブ・シャクルとやりますけど、あれは決定戦、決定戦じゃないですかね、シャクル・スティーブンソンの彼女がその妹なんですか。そう妹ですね、その今度挑戦する選手の妹と付き合ってる。マジで。いやまあちょっと別の話が別の話で全然流せないですね、僕ももう時間が1時間遅刻してる。いやまあ時間が押してるので、時間が押してる。まあでも今年もユニコーン新人王決勝戦楽しみですね。会長見に行く。僕ですか。もちろんじゃないです。見に決まってますよ。いつでしたっけ。11月3日です。ちょっとスケジュールがないかもしれない。ちょっとアメリカ。じゃあいいですか。はい、それでは皆さんごきげんよう。これ